日本代表で首相を務める MF 遠藤渡る31イコールリバプールがパリゴリンに出場する U から23日本代表のオーバーエイジ OA 枠に内定したことが8日までに分かった。遠藤自身が出場を強く希望した中、日本協会がリバプールと粘り強く交渉を続け、派遣の承諾を得たという。 遠藤は日本史上初の3大会連続五輪出場が決定的となった。日本代表はこの日、11日の W 杯アジア日次予選最終戦のシリア戦、E ピースに向けて広島入りし、練習を再開した。世界屈指の名門リバプールで活躍する遠藤が、日本サッカーに新たな歴史を刻むことになった。 複数の関係者によれば、この日までに大栄枠でパリ五輪出場が内定。世代で選出された16年リオデジャネイロ大会、大栄枠で出場した21年東京大会に続く五輪三大会連続出場は、日本史上初の快挙となる。五輪メンバー18人は7月3日発表の見通し。 68年メキシコ大会以来のメダル獲得へ、最強のピースが加わる。強い思いが叶った。ドリーンは開催時期が国際 A マッチウィーク外で招集には各クラブとの交渉が必須。世代の久保や鈴木優いらがクラブの派遣拒否により不参加となり、3枠の OA に関しても日本協会と各クラブとの交渉は難航を極めた。 谷口、板倉、森田らが有力候補に上がる中、リオで一時リーグ敗退、東京でもメダルを逃した遠藤は早くから出場を希望。6日のミャンマー戦前にも、五輪はすごく特殊で難しいけど個人的には代表でプレーすることは常に光栄だと思っています。その気持ちは変わらない、と出場へ強い思いを明かしていた。 エンドウは昨夏、シュツットガルトからリバプールに電撃移籍。今季はアンカーとして公式戦43試合に出場し、当初の会議的な声を覆す活躍で評価を高めた。来期から今季限りで優待したクロップ監督を継ぎ、フェーエノールとのスロット監督が新指揮官に就任するが、8日付の地元紙、リバプールエコー、 アンカーの先発に遠藤を予想。揺るがない評価もあってリバプールも派遣を承諾した模様だ。大岩ジャパンは433が基本布陣。遠藤は A 代表同様に首相を託され、ポジションも A 代表と同じアンカーで起用される可能性が高い。世代の同一には U23 アジア杯で輝きを放った藤田ジ,ジョールチマ、22イコールト,トロイデン。 が君臨するが、遠藤の加入で経験値はもちろん、中盤にさらに厚みが加わることになりそうだ。